ネット競馬ニュースフラッシュ、こんにちは。2月2日のニュースフラッシュを担当いたします和字文化応援アイドル桜花の奇跡の星野奈々です。それではまずこちらのコーナーから、わたい探偵ナナシ。このコーナーはわたい焼肉を中心に週末のレースのお役立ち情報をお伝えしていくコーナーです。本日考察していきたいレースは東京競馬場で行われる東京新聞杯でございます。それでは早速考察してまいりましょう。東京新聞杯は芝 1600m の G3 で、安田記念やビクトリアマイルと同じコースで行われる上半期唯一の古馬重賞で、 G1 戦を戦ってきた馬たちの参戦も少なくありません。近年の前走ローテ別成績では、秋の G1 もしくは G2 の阪神カップ、同距離の京都金杯、ニューイヤーステークス組がほぼ互角となっています。客室的には逃げ先行が優勢です。レースが行われる東京芝 1600m は2コーナーからスタートして3コーナーまで 550m ほどあるため、ポジション争いはそれほど激しくはなりません。しかし息を入れたい3コーナー手前からの下り坂でペースが落ちないことに加えて、 525m の最後の直線には急な坂が待ち構えているので、スピードだけではなく底力も試されるレースです。差し追い込みが有利とされているこのコースですが、東京新聞杯に限っては先行勢に注目していきたいところです。特に逃げ馬は2008年以降3勝かつ2着が1回で、4コーナーを4番手以内で回った馬がなんと7勝もしています。東京の芝マイル戦といえば好タイム決着というイメージがありますが、それは春や秋開催のことで、冬開催のことは、少し時計のかかる馬場となっていて、上がりの切れ足だけでは届きにくい印象となるレースです。ということで本日のチェックポイントはこちらです。じゃじゃん。前走秋の G1G2 経験馬、客室は逃げ先行が優勢ということで、この条件に合う出走予定メンバーの中から注目していきたい筋肉はこちらです。じゃじゃん。こちらの青い部分の中殿筋に注目していきたいと思います。中殿筋は腰のあたりに位置する筋肉です。ナナシの中距離で注目していきたい筋肉は中殿筋なんですけど、瞬発力に加えて東京新聞杯は最後まで前目に走り続ける持久力、そして張りすぎない赤い部分の大腿二頭筋にも注目していきたいなと思っております。さて、それでは以上の考察を踏まえまして、ナナシの週末1位から5位まで発表させていただきます。いつも通り1位の大馬さんの写真を使って皆さんと一緒に話題探偵してまいりたいと思います。それではナナシの週末ランキング発表です。じゃじゃん。第5位、カテドラルケイデンスコール、こちら同着で第5位ですね。そして第4位タイムトゥヘブン、第3位ベロックス、第2位鳳凰アマゾン。ちなみに第2位の鳳凰アマゾンと第1位のお馬さんはもう本当に僅差、むしろもうほぼ同着ぐらいの感覚で順位をつけさせていただきました。さあ、1位に輝いたのはこちらのお馬さんです。じゃじゃん。ファインルージュということで、ここからは提供いただいた写真とともに皆さんと一緒に話題チェックしていきたいと思います。こちらです。じゃじゃん。ファインルージュは前走の秋華賞では外枠から控えて後ろ目のポジションでレースを進めていきました。直線に入って外から前に行った馬を追うように上がっていきました。ゴール前、内の馬をかわし2着になり、ファインルージュは2000m までなら安定して走れるのではないかなという印象です。馬体面ではとてもスマートで牝馬らしい馬体をしているなと思います。で、その牝馬らしい上に素敵な筋肉が詰まっているなという印象です。このお腹の部分にある筋肉、こう外腹斜筋っていうんですけど、この外腹斜筋もキュッと全頭の中で一番綺麗に上がっていたなという印象ですし、注目の筋肉であるこちらの中殿筋もすごく綺麗に仕上がっております。そしてこちらの大腿二頭筋の筋肉もバランスよく張りすぎない張りで仕上がっているので、今回は1位にさせていただきました。ということで、以上がナナシのおし馬でございます。ぜひランキングの5位から2位のお馬さんもナナシと一緒にネット競馬のデータベースにて値探偵してみてくださいね。当日のパドックの参考になれば幸いでございます。以上、本日のネット競馬ニュースフラッシュでした。バイバイ。